はいどうも、風間ゆえりと申します。ダーククロニクルの続きをやっていきましょう。じゃあとりあえず遺跡をちょっと見てみようか。多分ユリスのカメラでスクープもあると思うんで、4種類だよね。赤と青と緑と黄色を集めればいいんだよね。この中に星の鍵が隠されてたんだよね。星の鍵、調べられるけど火の祭壇がある。そうね、取ってこなきゃいけないんだよね。まず多分取れると思うんだよね。時の祭壇、うん、あ、真ん中のだけなんだね。あ、そんなことないそんなことなかった。火の祭壇と、これ多分水だね。水、これが森だと思うんだけど、風か。はいはいはい、風で、これが土かな。うん、そうだね、土だ。いっぱい取れましたな。まあ取れるのこれぐらいかな。ここをはめ込んだ状態でなんかスクープも出たりするのかね。どうなんでしょう。じゃあ調べられるのはこれぐらいか。あとはじゃあもう行きますか。その星の鍵使える場所まで行って扉を開かなきゃいけないな。じゃあ今姉さん連れてんだっけ。ライトポットも満タン。じゃあまずシャーロットから。あ、浮いてるね、この右側に。グリフォンが連れてきた城ごと。七色鳥の森。今さちょっと飛ばしちゃったけど出てますね、ジュラクモール。未来に行けるね、このまま。すげー、めっちゃ便利になったなルナ犬大工房。とりあえず七色鳥の森で、ここね、ここここ。こっちのルートに行けるように鍵を使いたいから、まあとりあえず行きましょう。この BGM も懐かしいですね。戻ってきましたな。あ、いるいる。ここでのクリア条件はもう済んじゃったんだよな。いやもうそうだよね、楽勝だよね。ちょっとこっちの腕輪じゃなくてプラチナリングで吸収しよっかな。モンスター変化のあのドブチューもさ鍛えたいんだけど、なかなかね、あの結構、お、こいつにはあんまり効かない一撃か。ここだったらそうだな、シャムシールとかも鍛えられるし、サックス鍛えたいな。なんだっけ、何の話してたっけ。あ、そう、ドブチュー、ドブチューがガンドール火山のこの青い玉の経験値吸収させても、そんなにはね上がらなかったんですよね。あ、やっぱダメか。ちょっと待って待って待って、間違えた間違えた
間違えたんです。攻撃食らっても2なんだな。ほら、いやもう楽勝ですな。とりあえずサクサクやってっちゃおう。今のかっこよくね。今待ち構えてたんだけどさ、出てくる瞬間にため技で倒してやったわ。我ながらかっこよく決まったわ。お前で最後だ。いやーモニカのこの格好にさ、蛇切りの剣めっちゃかっこいいね。似合うね。色合いが、そうそう、蛇切りの剣、モニカの髪の毛の色に似てるよね。だからいいのかもしれない。統一感が出て。じゃあスピードやってみよう。スピーダー。できるかしら。なんかさ、2打しかないんだけど。ここまで来て、こうするしかないよね。でも、跳ね返されちゃうか。ギリギリ当たってない、これ。当たってないかな。こうするしかないよな。どうなってんだ？ここか？これ、草。草？跳ね返っちゃうかな。かぶってるよね。でも、マップ的にはまっすぐ飛んでくのかな、これ。行ってみるか。全然見てなかった、今。全然見てなかったけど、大丈夫かな。はい、ではここですね。前は塞がれてて、いけないって言ってたところ。星の鍵。星の結界を解くことができる鍵。これを使って、結界を解いて、これ結界だったんだね。解いて、で、普通にノコギリで、出れるってことですね。相変わらず綺麗な木こりさばき。じゃあこのまま行ってみますか。こっち側に来るね。大地に眠る宝珠、行ってみますか。一応二人とも体力満タンで来てるし、そう、ここは七色町の森だけど、一つ外れたルートに来てるから、敵のレベルが違いますよね。こっち側ってめっちゃ強いんだよね。新しい敵もいるよね。ズッキー！やばい！かぼちゃのズッキーニバージョンだ。おーら！ほらね、効かないもん。ユリスの武器が。おーら！強いわ。さすがですわ、ズッキーニ。かぼちゃとは違いますね。ほら、外した！思いっきり外した。痛い、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 痛い。痛いです。あ、届いた。おーら！これで、2体同時に食らわして。すごいな、ユリス。139も叩けるんだ、これ。危ない、爆弾飛ばしてるだろ。危ない、やっぱりお前の攻撃は分かってんだよ。かぼちゃ野郎でたくさん味わってるからな。おら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 、よし。そう、だから七色町の森だからって油断はできない。敵が強い。
ん、なんだなんだ、あ、びっくりした。なんか奥のさ、赤いバラとかぶってさ、なんか見知らぬ化け物が出てきたと思った。重なってただけか。あー、ちょっと待てよ、モニカの方が効くかな、下手したら。蛇切りじゃなくて、やっぱあれかね、チョーラ。古代の剣も使ってみるか。呪いのバラ。ああ、毒吐くよね。吐くよね。はい。いやー、まだ弱いか。毒かけられたし。チョーラの方が効くかな。あ、ね。激凛ゲージがなくなっちゃったからめっちゃ怒ってる。よしよしよし。とりあえず投げて。そっか、ここでもジオスターンが出てくんのか。え？あ、いや、でも、そうだよね。シャーロットだけまだ 100% になってなくて。じゃあ、七色鳥の森だけか、多分出てくるの。そっか。チョーラでも、うー、吸収能力。魔法吸収がついてるんだな。危ねえ、死にそう。ちょっと待って。ユリスのパンが欲しい。モニカにあげて。ちょっとパンとかチーズも作ってきてもらえばよかったね。まあおばあちゃんにもらってたわ、パン。魔法の方がやっぱ効くかな、風の能力で。よし、終わり。なかなか苦しい戦いをしてますね。今の不意打ちだろ、危ねえ。危ない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 。もう乱射してくる。乱射してくるよ、あいつ。危ないって。あ、でもギリギリ届かない距離では、ここ。届かないでやんの。モニカの魔法は届くけど。毒吐くか。毒吐くか。モニカの魔法なら、それなりに届くから、すごいいいよね。説明の仕方下手。よし、これでレベルアップするね。うわー、なんか充満してんな。溜まってるわ。うわ、ズッキーニ。ズッキーって名前だけど、ズッキーニって言っちゃうね。危ない。危ない。この距離なら届かないんじゃないか？お、自分から距離を取っていくか。あ、走ってきた。ちょっと学んだぞ。こいつ届かないことを学んだぞ。よし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 。あ、一個玉が取り逃して。ちゃんとマックスまで魔法の力を貯めれば。すげえすげえすげえ、どんどん攻撃力上がってくる。先にスピリットビューンを倒したい。なんかめっちゃ毒かけられた。毒消し。あ、こいや。あ、これでね、こいつに当ててあげるとね、一撃じゃなかったけど、まあ半分は減る。結構強いよね、吸収魔法の力。やべえ、全然効かねえ。
多分ね、どの剣を使っても今はそんなに変わんないんだよね。ユリスの方がいけるかな。うユリス死ぬ登場してすぐユリス死ぬ。めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。ちょっと落ち着いて、落ち着いて、落ち着こうね、話し合おう。私が悪かった、ごめんなむやみやたらに攻撃したから怒ったんだよな、ごめんな。ちょっと落ち着こう。そろそろ良くないか、しつこいぞそろそろ落ち着いてもいいんじゃないか。お、落ち着いたか。よしよしよし。まったくすぐ怒るな。あいつに銃、まあそんなに効かないよね。モニカの魔法の方が効きそう。ほらこいつで最後か。おお、倒した。なんとか倒してないどっかになんかいる。え、これ、これか。あ、これか、こいつか。ミミックね、ミミックちゃんね、ミミックちゃんもね、なんか強いんですよ。ほら、あー、ユリスの右手武器でやっとです。やった、これ全て片付いた。ごめんね、飛ばすよ。なかなかにハードでしたね、やっぱ。いやー、なんとか無事にクリアしたわ。同じ七色鳥の森とは思えないな、本当に。強い。敵が強い。っていうか、全然武器の攻撃が効かないんだよね。そして、1か。1ねー。なんかさ、木、ね。木が…スフィーナもめっちゃむずいじゃん。ちょっと待ってよ。木どんな感じ？もう上まで伸びてるね。え、これ…どこだ？どこにある？あれ？あれ？こっちか。あ、こう…ん？こうなってるから…こっち…側か、右側から行けばいいのか。これでここじゃぶつかっちゃうじゃん。跳ね返るか。いやー、あ、こういうこととかもできる。そういうことではない。いや、ぶつかるよね、ぶつかるよね、ぶつかるよね。こっちか。跳ね返り、三角形を描くように。この辺か。行ってみようか。結構強めに。どうだ、もうこれは、あ、どこ行くの。いや、むずいな。どうすりゃよかったんだ。逆三角形は、逆三角形ではないか。三角形は、ちょっと失敗だったか。難しかったな。これで、出ますと。ちょっとジオストーン1個手に入れたから、帰ってみようかな。ただいまー。で、何ができるようになる。壺の煙突が作れるようになった。条件、金の卵が発生。金の卵、まだ 70% だもんね。未来に呪落の枝ができている。ああ、はいはいはい。
金の卵が発生が明らかになったもんね。で、壺の煙突？あー、シャーロットだからあれだね、作れるものも限られてる。鉄の家建てられるんだ。へえ。あ、でもほとんど作れるっちゃ作れるか。あー、ヘイムラダみたいにああいうクレーンとかはつけられないけど、あ、これか、壺の煙突。へえ、壺で作られた煙突、これつけられるってこと？え、どの家に似合うんだ？わらの家か。わらの家、木の家に似合わないよね。多分わらの家か、似合うとしたら。でもな、全部木の家なんだよな。はい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 、こんな感じね。いやー、シャーロットも懐かしいな。まあ私は一人で個人的に来たりしてるけどミレーネ姉さんの家だったり、ポリーおばさんにパン作ってもらったり。じゃあまあ今回はダンジョンを2つやったということで、もう終わりにしようかな。すごいんだよ、疲労感が強かったんだよ、敵がマジで気抜けなかった。じゃあおばちゃんありがとう。そうですね、今回はこれぐらいにします。お見せするものは特にないですこれ手に入れたから亀の甲羅また鍛えて合成したいね。このキュービックハンマーもビルドアップさせたいから、グレネードガンかぶってるから、これもそうだな、手に入れちゃったんだよね、確か。合成させたい。うんうんうん。じゃあこんな感じで今回は終わりにしようと思います。グダグダだけどじゃあジュラク様の目ん玉の前で、なんか前もやった気がするけど、お別れしましょう。見てる見てるこれ好きなんだよね、ちょっとなんかちゃんと目で追ってくれるのが好きなんだよね怖いけどさ、ちょっと可愛いよね。はい、ではご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さよなら。